当だ。え、ほらない。嘘、逃げてった。逃げた、逃げてった。皆さんこんにちは、頼んだ北博物館の佐野です。ジョーです。ヤギちゃんです。はい、今日はヤンマトですね。はい、皆さんの目標は丸太ヤンマのオスだ。時速170。長さ早すぎだね。最速のヤンマ、丸太ヤンマを狙っていきたいと思います。じゃあスタート。あー、じゃあちょっと今ね、この網に GoPro をくくりつけてるので、ちょっと狙っていきたいと思います。来てるのかな。こんな感じ、こういう感じで。上空に一匹飛んでますね。ヤブヤンマかな。いや、マルタン、いや、ヤブヤンマだ。ヤブヤンマのオスが一匹上空に飛んでます。あそこにマルタンヤンマ飛んでますね、一匹。あ、2匹いる、2匹いる。見えるかな。あ、来た来た来た。ちょっと高いですね。トンボがちょっと降りてきました。ちょっと出てきた。飛んでるけど、降りてこないですね。ちょっと高いな、距離が。ん？どこ行った？いる？止まった、止まった、今。止まった？来た、あれだ。あれか。よっ。来た。あれだ。あれか。入った。入った。鬼だ。いいね。鬼じゃん、鬼じゃん。やっぱいるんだね。いや、どっからさ出てんだろうね。ヤゴ取れないんだよね。佐野さん取れました。オニヤンマでーす。じゃーん、かっこいい。オニヤンマです。映ってんのかな、これ。今日の成果はオニヤンマ1匹でした。一応ね、飛んでんだけど高いところで全然網が届かない位置でしたね。もうこれは今日はお蔵入りですかね。それかサブチャンであげるかって感じかな。エンディングはなしで終わりにしたいと思います。バイバーイ。めっちゃ黒コガネがたくさんいます。すごいすごい、黒コガネが大量。これすごいね。ほら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 、交尾してる、交尾してる。すごいですね。おお、なんか蜂の巣箱の前みたいな感じ。これなんか最後にいい映画撮れたら。はーい、さよなら。頑張ってください。